ピーターズバーグ国勢調査地域はアメリカ合衆国アラスカ州にある国勢調査地域。2000年の推定人口は6684人である。法的には自治権のない軍である非自治軍の一部で、軍でも地方自治体でもなく、軍庁所在地はない。国勢調査局の統計上は広大な非自治軍はいくつかの軍総統の国勢調査地域に分けられており、 その一つが、ピーターズバーグ国勢調査地域である。名称は、主要都市のピーターズバーグにちなむ。かつてはランゲルも含めランゲル・ピーターズバーグ国勢調査地域だったが、2008年6月1日に、ランゲルが自治権を持つ軍として独立したため、ピーターズバーグ国勢調査地域となった。この死には、 2000年の国勢調査でのランゲル・ピーターズバーグ国勢調査地域のデータを含むアメリカ合衆国国勢調査局によるとこの軍は総面積23,365平方キロメートルであるこのうち15,112平方キロメートルが陸地で8,252平方キロメートルが水面である総面積の35.32%が水面となっている この不死は2000年の国勢調査でのランゲル・ピーターズバーグ国勢調査地域のデータを含む2000年現在の国勢調査でこの地域は6684人2587世帯及び1764家族が暮らしている人口密度は0平方キロメートルで0平方キロメートルの平均的な密度に3284件の住居が建っている この軍の人種的構成は、白人73.04%、黒人及びアフリカン・アメリカン0.22%、先住民16.07%、アジア系1.62%、太平洋諸島系0.13%、その他の人種1.11%、及び根結7.81%で、人口の1.97%がヒスパニック、または、 ラテン系である。住民のうち95.79%が自宅で英語を話し、1.46%がスペイン語、1.12%がトリンギット語を話すと報告している。2587世帯のうち36.70%は18歳未満の子供と暮らしており、54.30%は夫婦で生活している。9.20%は 未婚の女性が接待種であり、31.80%は家族以外の住人と同居している。26.30%は独身の居住者が住んでおり、7.50%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.56人であり、家庭の場合は3.11人である。 軍内の住民は29.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が5.70%、25歳以上44歳以下が29.00%、45歳以上64歳以下が26.00%、及び65歳以上が9.50%にわたっている。中央値年齢は37歳である。 女性100人ごとに対して男性は108.40に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は107.80に見える。アラスカ州、ランゲル、ピーターズバーグ国勢調査地域の詳細情報。アメリカ合衆国国勢調査局。2008年12月21日閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。言語マップデータセンター2008年12月21日閲覧。ありがとうございます。